企業界と大学界の関係性っていうのは、すごくそのいびつなものになってくると思います。なんかかつて日本の企業っていうと、トヨタにしてもソニーにしても、主にハード領域で、この研究開発でいうと世界の突端みたいな感じがあったじゃないですか。それがいつの間にかだいぶ影が薄くなってしまった。イノベーションっていうのは多分野の新結合によってできるものだと思いますので、なんかそこをうまくストーリーを作って一緒にできればもっとイノベーションも起こるんだろうなという。自社がある種経済学の実験場になって、でそれでユーザーさんの中での納得を得たものが非常に説得力のある政策案になっていくような形というのは結構目指しているところだったりします。最近の事業提携なんかでは、これまでデータとかアルゴリズムの恩恵にあまり受けられてこなかったようなアナログ産業、例えば物理店舗のあるような小売産業とかをどういうふうにデータの力でもう一度再構できるか、価格設定をどういうふうに決めたらいいんだろうかとか、あるいは価格をいじるレバーとしてのポイントとかクーポンとか割引みたいなものをどういうふうに決めたらいいんだろうかというようなものをお手伝いするようなパッケージとかを一緒に提供させていただいたり、小売とか製造業みたいなものって、で現場でそのすごい能力を持った人間の勘とか経験みたいなものっていうのがすごく効いてくる領域だと思うんですよね。でそれともう少しそのトップダウンで集約することに意味があるようなデータみたいな話っていうのをどう接続できるかってことがすごく重要なのかな。そのアナログ産業でのデータ活用みたいなものを通じて、その長い目で見ると人間の力みたいなものとデータの力みたいなものをどういうふうに一番いい形で融合できるのか、で実際そういうそのモデルを融合するみたいなことをどうやったらいいんだろうかってことを考える研究っていうのが昔から統計学とかであったんですよね。それを21世紀的に実装していくっていうのが結構いい方法なんじゃないかな。企業とアカデミアの時間軸が違っていたりとか目的が違っていたりするので、暗黙の了解というよりは明確にしておくといいのかなと。その分野が違うと全然世界が違うんだなっていうような、トラブルのもとにもなりがち。企業側からするとちょっとその大学の名前を借りたいとかちょっと知見を得たいだけっていうよりは、そのお互いにウィンウィンになるようなスキームが描ければ、その辺が意外と難しいなと。民間企業は一旦は人材獲得の目線で研究室とかにお金を出したりするわけですけど、でもなんか金融機関がなんかリクルーティングのためにやっていたりとか、 CSR って言いたいがために経済学の講座にお金出したりとかしていて、ちょっとそういう期待値がやや根付いちゃってるのが事実なんです。有名な大学の名前を使うために実態もなくジャブジャブお金を流し込んで名前だけのプロジェクトを作り出すみたいな方向性と、格安の下請けみたいな方向性っていうのの、その2つがにちょっと極端化している。研究の世界と事業の世界みたいなのっていうのが、出会ったことのない未開の部族みたいになっちゃってるっていうのが一番の問題。